ですね、基本的には岩から建築が出る。ここはちょっと森があって、その森から建築が出る。そうすると、あとはですね、どうやってそのプライバシーを守るのかね。だからそれは場所によるちょっと穴を作りますですね。だから、あの場所によるそのビューの調整をできますですよね。あまり普通の窓じゃなくて、じゃあ穴こうやってにして、ここは大きい穴にし、まあここは別に誰も見えないからここを大きい穴にするとか、こういう調整になりますですよね。そうするとやっぱりちょっと城塞とか、こういうどうしてもね、こういう似てるコンセプトが出てくる。つまり中から全部を見たい、外からプライバシー、何も見せたくないですね。そうするとこの外壁にちょっと不思議な外壁になる。地熱をうまく使って、そうするとそのソーラーパネル、つまりその建物の上に500平米ぐらいのソーラーパネル、そうすると大湯、その中に地盤、床の中に大湯と水循環させますですよね。そうすると暖かい、冬は暖かくなる、夏は涼しくなる。その中に小さい島みたいなが出てくる。それぞれの島が一つ役割になりますけれども、そうするとその周りにもう自由に全ての空間が出てきますですよね。つまり普通の家は、例えば廊下があって、それで一つ部屋は一つ、まあ、袋麹みたいな感じですけどね、今回は袋麹がないプランですね。つまりそれぞれの部屋は一つコーナーみたいな感じですね。一つコーナーな感じ。それでコーナーの間にもちろん扉があって、まあ、扉開ける閉めても、もう全部開けるとすごい自由なスペースが、閉めると、まあ、プライバシーが出てくるんですよね。そうするとそのプランニングは、まあ、このプール、これはプールとかね、プールの周りにギャラリーになりますとか、このコーの中にお風呂があって、上上がりますとか、まあ、つまり先ほどの設備に戻ると、これはですね、水の循環しやすい形、まず一番、まあ、水、床暖房とか床冷房とか空気、換気とか、一番そのエレメントの素質を一番合ってる形を考える。とてもいい生地を選んで、今回も非常にプリミティブでシンプルなんだけど、すごくクオリティのいいもので、それだけでもう魅了されるものを選びましたし、それの組み合わせもすごく、そのさっき言ったようにビニールのパチパチして、中にちょっと綿が入ったような感じで、でもそれはビニールだけどとても高い生地なんですよね。そういうものを非常に質感を大事にしながら、それですごく丁寧に、生地を選ぶ、丁寧な選び方をすることによって、無駄なメーター数を取らないような方法で、ものすごく模様の取り方とかも工夫して、私はそういうサポートをしました。デザインした時、別の家はまた別の家具になります、別のストーリーになりますから、それは一番大事な、我々建築から考えると、それは一番大事なポイントですよね。ま、自分のストーリー進まないと、外からバババババアートにしましょうとか、それじゃなくて、やっぱり自分のストーリーの中に自然にうまく深くいけば、やっぱり形が自然に出てきますよね。全くその通りだと思いますよ、それはやっぱり、だから本当にそれはそうだと思う、だからやっぱり一つ一つ文章の中でアンリも書いてて、私も本当にそう思うんだけども、そのプリミティブなも、やっぱり
なんか人間の心をどういうふうに豊かでどういうふうに楽しくしていってやっぱり人生の中で長い人生の中で生きていく中でその空間が楽しいっていうことがいかにその人間の気持ちの精神的なものに影響するかっていうことをすごく20年間ね一つ一つやってきたんでやっぱり今回はそれをすごく理解してくださったお施主様がいらしてそしてその家具まで私たちに任せてくれたもう白紙で任せてくださったしそれからそういう意味でこれだけの素晴らしい作品的なものを作らせていただけたっていうのは私たちも本当に感謝したいと思うのでそういう意味ではどんなに小さいものでも一つ一つそういうふうに作っていきたいなっていう気持ちをまた新たに感じたプロジェクトだと思います。